けは幸せになるための日蓮召集の修行方法を教えていただけないでしょうか。はい、まあ、日蓮召集でですね、この日蓮大聖人様が弘安2年10月12日に御受験されたこの醍醐本尊を従事信じて、まあ、総本山は大石寺静岡県富士宮にあります。その醍醐本尊とつながる御本尊、お寺だったり自宅にご安置して、それを信じてお題目を唱える。大聖人さんはそれを唱えなさいと、それ以外の宗派は絶対に行きませんと断言されてるんですね。で、不受余興一芸という言葉がこれあるんですけれども、これ大聖人様のね、法華経のお言葉なんですが、余興の一芸をも受けざれと、他宗の 一問一句もこれは読んじゃいけない、うん、これは法華経の秘本第3に説かれてるんですけどね、まあ、それを大聖人様が今、これは南無法蓮華経、我々は法蓮本、受領本で商業メインは南無法蓮華経を唱えるということです。これが要は他 の仏教を読んではいけないと、受けてはいけないというふうに説かれている。この不受余興一芸のこの門はですね、この今の末法においてはですね、やはり法華経の予想通りにご出現されたご本仏、日蓮大聖人様のご愚図のこの、本門の南無法蓮華経こそが末法愚図の正体、本体である。末法の一切主張、世界中の人類救済のためにですね、大聖人様ご自身のご魂魄、そのままご本尊としてご受験表されたということなんです。したがってですね、この大聖人様愚図の南無法蓮華経こそが末法愚図の法華経そのものでありまして、今日蓮召集のみが大聖人の仏法を正しく伝授して実践しているんです。ですからこの日蓮召集以外に日蓮教団とか、まあ、法華宗、天台宗もね、これ余興という扱いになりますよね。つまり邪宗になってしまう、信仰しちゃいけないです。あと日蓮大聖人様の仏法にはもう一つ、不と余行という言葉がある。これは不、まあ、不可の不に渡る余行、余行に渡さずという教えがあります。日蓮召集のご本尊ひたすらに拝み、題目を唱え、釈伏していくというのが日蓮召集の修行なんですね。他宗を信じないことは、まあ、法法を犯さない、他の信仰しないことはもちろん、例えば写経とか滝に打たれるような荒行ですとかね、座禅とか戒律の修行などは日蓮召集は一切させないんです。この朝晩のね、お勤め、勤行、うん、まあ朝はだいたい勤行すると読むだけで30分、まああとはお題目はね、何分唱えようが何時間唱えようが自由です。で、朝その勤行をして、まあ、社会に、実生活に出て、まあ知恵をいただいて結果を出す。で、帰ってきたならばまた有の吻行で、まあ、世間で汚れた自分の命を浄化しつつ、一日の反省をしつつ、また人を救っていくっていう祈りもしながら、また次の日に備える、この朝晩の吻行、まあ、まずご本尊っていうのは拝む対象ですから、これまあ蘭州の友のホームページのトップ動画にもありますけれども、まず自分が手を合わせてその影響をいただく、まあ、もらうという、まあ、尊敬する対象ですけどね。この日蓮召集以外の本尊から絶対喜びっていうのは湧かないんです。インチキなんです。日蓮召集以外の本尊というのは。日蓮大聖人もね、本尊とは優れたるも中べしとありますけれども、まず宗教というものはまず再選とか不正だとか商売を目的って絶対やっちゃいけない。これは絶対鉄則だと思いますよね。うん、ところがやはり他宗っていうのはこの本尊ってもういろんな本尊もう増乱してますよね。本当に祖先乱造された本尊がたくさんあるんです。さっきもちょっと質問ありましたけど、動物を拝んだらそれは大変なことになりますよ。狐を拝んだりね、まあ、人間をもうどん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 命を火球にさせますよ。あと蘭州の友のホームページのトップにはですね、各宗派、仏教の中の各宗派のやっぱりその宗派なりの人間性とか性格が出やすい、こういう傾向があると、まあ、こういう災いを受けやすいというものが載っています。やっぱりそれは現象ってのは出てくるんですね。まあ、これはよくホームページを見てもらえば分かると思うんですけれども、我々日蓮大聖人様のご受験のね、この醍醐本尊様を拝むことによって絶対的な強い生命力が湧いてですね、それが実生活にも大聖人様の仰せの通りの現象として出てきてるんです。確かにこの客観的に見てその現象とか価値観っていうのは、まあ、宗教の自由でね、人それぞれだから、まあ例えば何でもいいという考えの人が多いんですけれども、まあ例えば天理教ですね、一番分かりやすいのは、陽気暮らしとか、陽気暮らしをモットーにしていると。陽気に暮らしていこうと。で、実際にその暮らしが楽しい、幸せだとかって言ってるんだけど、一見楽しそうに見せてますけど、
実際に天理教の信者と話しても、ね、全く喜びを感じないですね。ヨーギ暮らしというのは単なる楽観こじつけでありましてね、難局、困難というのを根本から解決、克服しようとは絶対しないし、できないんです。そんな力もないしね、人を堕落させます。自分を成長させない。例えば余命宣告をされてですね、それが辛くて自殺を考えているという人ですね、そういう深刻な人に漫才とかお笑い見せたってね、そんな根本的な効果はないですよ。仮に一時的にあったとしてもね、その場しのぎの笑いとかね、あるいは美談とかになっても人生の根本解決はならないんです。これと同じですよね。またこの、例えば世間ではこのよく西洋が馬という言葉を使いますけれども、正しい宗教を持たない人がそれを言うと何でもね、何でもありにならないかなと思うんですよね。例えば犯罪を犯した。この間も犯罪ありましたね。誰かマインドコントロールされて、子供を亡くしたとかっていう事件がありましたけれども、犯罪を犯しました。刑務所で暮らす。働かなくても食っていける。これを喜びと感じる人がね、それ幸せなんでしょうか？人の道を外れて、それがね、主体性たりを、自分の個性だと。そういう、それ幸せだと考えてしまう人が、これ、世界中に蔓延しちゃったらどうなりますか？世界中がこのエゴに満ち、ね、もうエゴイズムに満ち、僕、ゾッとしませんか？ね、しますよね。実際その過去の歴史の中でやっぱり戦争とか紛争の原因をこれ紐解くとですね、全て間違った宗教にこれ原因があるということがこれ分かるんです。間違った本尊を拝んでるからそうなる。これはまたいつか詳しく話しますけどね。やはりまあキリスト教とかイスラム教と必ず戦争が一体になって、まあ実際聖書自体にその侵略の仕方とか人の殺し方が書いてあるんでね、当然それは平和を崩す宗教ですよ。博愛主義のね、ことを事前をやってたって、この根本的なキリスト教とかイスラム教というのは、ね、神のために人を殺していいと、愛するがために人を殺していいという、キリストの十字架を拝んじゃったら、それはね、ああいう貼り付けにされるような人生になっちゃいます。あと、実際今その、例えば健康でね、家庭円満で、円満で、裕福で、悩みがないっていう人はですね、これ、天で物を見てるんでしょうね。日蓮召宗以外の宗教っていうのは必ず欠陥がある、矛盾があるんです。調べていくと。この人生ってもうこれ悪い方向にしか向かわしめない、この毒素っていうのかな。そういうものがあるんですね。そういった本尊に関してもどういったことなのか、なぜ間違った本尊を拝むと不幸になるのか、これ乱視の友のホームページに説明と動画とあるんでね、これはよくよく見てもらいたいと思います。よろしいですかね。はい、わかりました。